どうして長領は帝鳳の矢で戦死するのか。魏の猛将長領、合肥の戦いでは800名の決死隊で孫権の10万の大軍を圧倒し、劣勢の魏軍を勝利に導いた人物ですが、演技におけるその最後は呉の帝鳳の矢を受けて落馬し、その傷が元で死んでしまうというしょぼいもの。しかし史実の長領は病身を押して出陣し、呉の呂範を破って後に病死しています。どうして正史と演技ではこんな違いが出てきてしまうのでしょうか。今回はその点について考えてみます。三国志演技は非常な劉備&孔明びいきで構成されているので、劉備や孔明に対して好意的な存在は善玉として描かれ、逆に敵対する存在は実物以上に卑小で悪党な人物にされてしまいます。例えば公孫さんが劉備の兄貴分という立ち位置なので好意的に描かれ、周瑜は孔明を引き立てるために嫉妬深い陰険な人物にされています。この演技の法則に照らすと長領もそうなりそうですが、実際には長領は関羽とは兄弟のような間柄として描かれており、三国志演技では好意的に描かれている敵キャラの一人です。関羽は名将なので、関羽と交流がある長領も名将として描かれるわけですね。もちろんそれでも関羽よりは弱いと印象付けるために、関羽が惨殺した顔料と文集相手に苦戦するという形で一種のかませ犬の役割を引き受けている点は否めませんが、顔料と文集自体が猛将扱いなのでそこまで評価は下がりません。このように長領は曹操配下でありながら演技では重んじられており、劉備や関羽の引き立てにされている印象は弱いです。長領の不運、それは死んだ年が劉備最後の戦い伊陵開戦の年だったことです。実は西暦222年は西では伊陵の戦い、東では樹子港の戦いが起きており、曹丕が自ら申請して曹休、曹仁、長領、曹波、夏侯尚、長江、徐行など名だたる名将が参加して孫吾と覇権を争いました。伊陵の戦いが陸孫の消極的な撤退戦術と直軍がだらだらと展開していく最後の大規模な焼き打ち以外に目玉が乏しい戦いであるのに比べて、樹子港の戦いは内容が締まっており、もし三国志演義に並べて記載すると劉備最後の戦いが完全にピンボケする恐れがありました。伊陵の戦いの次は劉備が白帝城で病没し、主人公が諸葛亮に変わる大事な回。もちろんここにも樹子港の戦いを挟むことはできません。そこで三国志演義の作者たちは樹子港の戦いをほぼスルーし、長領の寿命を2年ほど延ばしました。代わりに孔昭5年、西暦224年に曹丕が孔陵を攻めて女性の儀仗慶にかかり退却してしまった話と、翌孔昭6年、曹丕が再び孔陵を戦乱で攻めて長江が凍結するという事態になり、戦乱が立ち往生して退却したのを孫胤が武将の孔寿を使って要所要所に伏兵させて大いに曹丕を破った戦いをミックスさせて、その途中に長領が曹丕をかばい帝鳳の矢に当たり戦死するという話を組み込んだのです。ここでの長領は華々しい活躍もなく、帝鳳の矢に倒れて同僚の徐行に救われるも矢傷は重く回復しなかったという筋立てでした。病を押してまで従軍し呂範を撃破した不屈の将軍という印象は弱くなり、随分年も取っていたから矢傷は答えたんだろうなという幕引きですね。